京都グラフィー、京都国際写真祭の、共同ディレクターの 中西と申します。今日は、京都グラフィー、2021が、昨日から、開幕しまして、この2日目に、特別ゲストで映画監督の川瀬直美さんを、はい、ゲストに迎えて、トークをしたいと思います。はい、よろしくお願いします。ゆうすけさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。私たちの奈良国際映画祭も昨日開幕をしまして、ね、私たちは3日間なんですけど、はい、同じ日だっていう感じで、そうですね、はい、本当に同じ日に、はい、開幕しまして、今回、一緒にコラボレーション初めてさせていただいて、そうです、ありがたいです。こちらこそ本当に私たちはもう明日までなんですけど、明日は特に今回ユースの子たちにフォーカスをして、はいはい、で昨日は春日大社さんで奉納させていただいたので、ありがとうございます。今もアーカイブで見れるのでぜひ見てください。そうですね、 YouTube でそのアーカイブ、はい、奈良国際映画祭の、レッドカーペットの、映像が、見れますので、ぜひ、ご覧ください。はい、なんか言っていいんですか、うん、参加した、もちろんもちろん、はい、うちの娘も今年そのユースのワークショップ、映画の制作のワークショップを、はい、体験させていただいて、すごく、はい、喜んで、昨日もそのレッドカーペットに子供なんですけど歩かせていただいて、はい、すごく喜んでました。なんかむしろ子供というかユースがメインで、自分たちで司会もしながらどん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 こうレッドカーペット歩いていく姿がすごい美しくてね、うん、なんかこう千年の都、京都もそうかもしれないんですけど、こう歴史っていうのはお金では買えない、うんうん、時間を積み重ねて、で、そこにある宝物だと思うので、うん、こういったその、建造物、歴史的なものとかの中で、うん、写真祭されるもすごい、うん、私たちも同じ感じなので、うん、そうですね、隣同士やからリスペクトし合って、うん、一緒にこれからもやっていけたらいいなと思ってます、うん、ぜひぜひ、本当にそういうこう、はい、なんか時間の流れを感じる、すごいゆったりとした式でしたね。ありがとうございます。で今日は、この、機会を、作れたのは、実はアニエスベイという、ブランドがありますが、うん、アニエスベイに京都グラフィーは第1回からずっとサポートを受けてまして、その、アニエスベイさん、実は川瀬直美さんとも、お友達なんですけども、はい、今、電話で、つながってますのでちょっとメッセージをいただきたいと思います。はい、アニエス。ハロー。はい、can you hear me? You are among the great Japanese filmmakers that I love. I'm happy you are there. And I admire you a lot and your work. That's what I wanted to tell you. Hi. Naomi Kawase. 多分なんか今そこにいてくれて嬉しいよ的なことを言っていると思います。で、あとなんか私今アニエスの服着てるから、携帯電話は切っといてください、はい、すいません。あと今私アニエス の服を着させてもらってて、なんかそう、アニエス、Thank you for the support of Kyoto Graphy too. And now Naomi is wearing your clothes and then talking. Yes, I know. She's beautiful and I love her very much. Hmm? I saw her in Cannes. I know her for quite a long time now. And she's a great, great filmmaker. すごい、なんか、yeah. フォトがね展示してあるんだもんね、アニエスのね。And then also, Naomi's movie poster is now showing in the Agnes Bay Shop Gallery in Bar, this building. Yeah. Thank you for that. Great. I love you too, and I wish I would be with you. Yes.We hope you can visit again the Kyoto and Nara too. Yeah. Yes, I hope, because I like very much to be there. Mm. So enjoy your day and be happy. Be happy. And
See you sometime, I hope, Naomi. Yeah, I see really... See you sometime, I hope, yes. Yes, you I really want to go to Paris. Yeah, but now... Yeah, Naomi not also possible. Want to go to Paris and yes. then see you. Want yes. to see you. Thank you, Agnes. Have a nice day. Thank yes. you. You too. Have a nice day. Bonjour, ne. Bonjour, ne. Bye-bye. A bientôt. Bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. でも今パリは今8時ぐらいだから朝早起きだね。そうですね、本当にあの多分朝そんなにあの強いタイプじゃないと思うんですけど、あの頑張ってあの、はい、出ていただきました。アニエスさん本当にありがとうございます。そうですね、まあ、昔からなんか私の映画応援してくれていて、うん、あの特にもがりの森がカンヌでグランプリを取った時にはあのカンヌにあるショップであの鏡割りとかもやらせていただいて、そうなんですか。はい、そうなんです。で私があの審査員をした年はアニエス あのドレスを来てレッドカーペットを歩いたりしたんで、すごいあのいつもこう自分の映画 あの T シャツを作ってくれたりもしているので。そうなんですか。はい、あの去年一昨年あのパンデミックになる前に、はい、私があの朝が来るの編集に行ってた時も、はいはい、あの彼女の、アトリエに行って、であの特別にオートクチュール作ってくれて。オートチュール、はい、そうなんかね、うん、こうドレスその年のなんかあの着物の生地みたいなのを使ったあのちょっとそうですね黄土色みたいなちょっとゴールドに見える生地であのドレス作ってくれたんですけど。そうですか、うん、それってなんか着る機会が今あんまり出てない。あ、そうですか。それ着ては出てない。今度出ます。そうですね、ぜひ見たいですね。はい、なんかそうやってアインシュタイン あの生き人形みたいなのがアニエスのアトリエにあって、でそのなんかそうアインシュタイン大好きとかって、でアインシュタインとアニエスと私でスリーショット撮ったことそう。あ、前なんかその写真見たことあるけど、あ、インスタに上げてるかも。過去のやつちょっと見てもらって。あれ人形だったんですか。本当のおじさん。あれだってアインシュタイン生きてないですからね。そうそう、本物のおじさんかと思ったけど、あれアインシュタイン、そう、生き人形だったんだ。はい、でもいつもなんか多分インスパイアされてるのかなと思うけど、うん、あのユニークでなんかすごい独創的で、なんかこうアニエスの服っていつもこう着やすかったりだけどこうビビッドな感じもあるし、で彼女の遊び心、そうです、ね、うん、の中で出来上がってるから、うん、古くならないっていうのがすごいなと思って。いや、それと本当にいつもアニエスは誰かに恋をしてるから、まあ、それも私はすごいあの可愛い人だなと思って、うん、はい、ね、はい、でもアニエスがアインシュタインが好きだったっていうのは知らなかったけど面白いですね。そうですね、あのアニエスはあの、はい、まあ、いろんなアーティストを支援したり、あの映画を支援したり、はい、あのいろんなことを支援してるんですけど、その中の一つであのタラゴの活動ってご存知ですか。うん、いや、あのタラっていうボートを、はい、あの大きなボートをアニエス・ベイがあの持ってて、うんうん、でそこにあの世界中の海洋生物学者と、あとそのアーティストを乗せて、はい、その世界の海をこう、まあ、旅をして、で、うん、そのあの海洋調査をしたりとか、うん、でその調査をする中でそういうアーティストがこう作品を作ったりとかして、それをまたあのパリのアニエス・ベイのギャラリーで発表したりしてるんですけど、うん、そういう活動、そういう科学的な活動もしてて、うんうんうん、すごく面白い。本当にあのアニエス・ベイ のそういう こうサポートっていうのも実は僕たちも受けてるんですけど、はい、京都グラフィーも第1回目からずっと、はい、あのアニエス・ベイにサポートをいただいてまして、うんうん、でアニエス・ベイ の今まで写真のコレクションも展示したことあるんですけど、はい、うん、そのコレクションのこのこう切り口っていうか、その選んでるそのチョイスがすごくアニエスらしいというか、あのすごくマイノリティを応援してたりとか、アフリカを応援してたり、そのあの日本のアーティストもすごい応援していただいてるんですけど、あとストリートアーティストとか、あと社会的なメッセージがこうちゃんとあるアーティストとか、そういうアーティストを支援してるんですよね。素晴らしいですね。なんかやっぱりこうパリ、まあ
フランスはそういったそのアーティストを支援するというような場とか、うん、あの活動がすごいいっぱいあるなっていう印象 で、うんうん、でそれがまだ世に出てないアーティストも含めて、うん、あのそういうことがあの行われているので、うん、なんか日本の場合はあのどっちかというともう出来上がった人とか、 そうなんですよね、なんかそういう人たちがあのまた同じようにこう特集されたりとかすることも多いけど、まあでも比較的やっぱり京都っていうのはあのそういう意味で芸大も多いし、あの若い人たちがこう自分の表現をあのどんどんしてるなっていう印象はあるので、そうですね、でもなかなかそれに対するこうサポートっていうのがまだまだあのできてなくて、なのでまあ京都グラフィーもその若い作家をまあ応援するためのまあプロジェクトというか同時開催で KG プラスっていうのをやってるんですけど、そうやってあの僕たちもまあ すごくまあ少ないあの援助になりますけど、あの少しずつそういうのを始めてて、やっぱりそのね有名になったしあのアーティストは逆に言うとあんまり援助いらないというか、あのやっぱりこれからのアーティストやっぱり支援していかなくちゃいけないんじゃないかなと、はい、だからなんか京都グラフィーさんってあのこうやって期間、まあ、1ヶ月ぐらいあるんですね。そうですね、1ヶ月ですね、うん、1ヶ月ぐらい、まあ、あらゆるところでその、 あの、うん、新しい才能と出会えたりとか、うん、あのなんかちょっとずつやってるよねみたいな感じが羨ましいなと思います、うん、いやいやいやもうね、うん、僕らもその今回のその奈良国際映画祭 の、 そのユースプログラム、はい、うんうん、これをあの拝見した、まあ、初めてあの実は拝見したんですけど、はい、その 作られたものも、あ実は今あの、まあ、アニエス・ベイも、うん、あの支援しているアップリンクっていう、はい、あの映画館が京都にもありまして、うん、はい、あの新風館っていう建物の地下にあるんですけど、うん、そこで、今回のこのあのアニエス・ベイのサポートのこの京都グラフィーと奈良国際映画祭の、うん、コラボレーションを、うん、映画を奈良国際映画祭の映画を、はい、そうですそうです、あと川瀬さんの作品をアップリンクで上映してる期間に、はい、そのユースプログラムで作られたそのユースたちが作った映画を、はい、ギャラリーで、そうですね、無料上映してて、はい、まあ、あの皆さんもあのぜひあの見ることができますので本当に見ていただきたいんですけど、その今 の、 あの日本の若いあの男子や女子が、まあ、あのハーフの子もあのたくさん今回参加してましたけど、はい、あのやっぱり若い子なりにすごくいろんなことを考えてるんだなと思って、いやもう本当になんか大人たちは子供にはまだ分かんないだろうとか、うん、あの表現はまだまだあの稚拙だろうとかっていうふうに思うこと自体がその可能性をその箱の中に閉じ込めちゃってるっていう感じで、私たち の、 あのワークショップはあの大鉄則としてあの大人が口出ししないっていうんですことなんですね。口出しするのはまあちょっと危険なこととかそういうことからまあいろんな身を守るっていうような意味では、あの感染症対策とか熱中症とか夏の間にやるので、そういうことはあのまあサポートするんですけど、それ以外はもう彼らのやりたいようにやる。でその中でこうディスカッションしながらあのディベートしてそのアップデートしてなんかこうコラボレーションして作ってやってるのを見てると、あのものすごくやっぱり私にとってもあの物を作るっていうところのこう原点のこう情熱みたいなものがあの垣間見えるんですよね。なんかこううん、どうしても作るってことをあのルーティーンみたいな風になってしまったりとか、うん、あの年月を重ねるとそんな風になりがちなんですけど、うん、でも彼らのその情熱とか思いつきとかっていうのは、うん、あの決してその他人事じゃないっていうか、うん、自分事にしてで一生懸命話して、うん、で伝わらなければ泣いて、うん、なんかすごい苦労しながらやってね、うん、でたった1週間なんですけど、うん、15日お盆の15日から今年は22日の上映の時まで、うん、あの一生懸命作ってくれて、まあ、3本出来上がったんですけど、だいたい10分ぐらいの作品が、うん、奈良国際映画祭では明日
ちゃんと彼らの舞台挨拶付きで、奈良 の、 あの東大寺の金賞ホールというところで、これも全部無料で上映させてもらうので、ぜひあの来場してほしいなというふうに思いますし、あの鹿にも会いに来てもらったら、京都からまあその近隣から、ちょっとコロナの今はあの時代なので、なかなかそのこう堂々と表に出れないみたいな、そういう時期なんですけど、私たち感染症対策もしながら、もちろん映画ってあんまり叫んだりとかしないじゃないですか。そうですよね。で見て、でそこから、まあ、ちょっと今回考えたのは、まあ、京都グラフィティさんもいろんなイベントがちょっとなくなったり、施設が借りれなくなったりとか、こうやってオンラインでしかできないみたいなことあると思うんだけど、あの私たちワクチン接種の証明書があるか陰性証明があれば500円バックしてるんですよ。あ、すごいですね。来てもらって、でだいたい前売りで1000円で売ってるんで、言ったらまあ500円で見れるっていう映画が、あ、それ新しいですね、日本でやるのは。そうそう、でね、まあ、海外とかいろいろも見てると、うん、そのいち早くやっぱアメリカとか大リーグワクチン接種してたら無料で見れるよとか、ね、フランスもそうですね、うん、なんかね、そういうのって絶対ちょっと遅れて日本に来るから、まあ、あの先読みしてやるとちょっとまだまだもしかしたらあの、どうなんみたいな風に思われる風潮も日本人ってやっぱあるんで、政府はそれを大丈夫って言ってるのとかね、あの医療関係者はとかって言われるけど、でも私たちアートの世界の人たちが発表の場が奪われるって、もう瀕死っていうか死んじゃうんで、本当にそう思いますね。なんかやっぱネットだけじゃなくて、あのちゃんと発表の場があって、その表現をする場があってこそ、なんか生きてるっていう実感を持てる感じもあるじゃないですか、本当にそう思います。不要不急って、あのアーティストにとって表現できないのって、もう緊急ですよね。いや本当ですよ、そうそう、だからなんかそれはちゃんと工夫しながら、そのニューノーマルでやっていけるやり方っていうのの成功例を出そうと思って。そう、はい、だってもう全部中止したり自粛したりしてても何も始まらないというか、 何も止まってるだけなので、 ね、それじゃあ何のため生きてるんだっていう。いやこれね、なんか私スポーツやってたでしょ、オリンピックやってたから、ね、やってたっていうのはオリンピックの、ね、ドキュメンタリーを公式映画、そうの監督、総監督をやってたんですね、なのでそのアスリートが今回パンデミック下で1年延期になったこの1年間をどう過ごしているかっていうのは、もう少なからずやっぱりメダルのその可能性をあの狭めたか広げたかっていうものすごく影響があった、だからコロナで日本ってやっぱり例えば合宿できないとか、チームプレーで、で、もちろんその何だろうな、個人競技だったとしても練習できないとか、体育館空いてないとかで、走ってたらいいかっていうと、やっぱりそのね、こう感覚をつかんだり、それから誰かと対戦しないとその感覚がつかめない、自分をオリンピックに向けて上げていくっていうことができないんですよね。でそれをそのやっぱりアスリートだけがなんで特別にその練習してんのとか言われるのが、日本だとすごいこう自粛しなきゃいけないっていう、こう自粛警察ってよく言われるけど、あの特別扱いとかっていうような言い方をするんじゃなくて、やっぱりちょっと区別をして、その人たちが生きていくっていう中で、やっぱりその、ここまでやってきたことをちゃんと着地させてあげるっていうような、その区別っていうものは私あっていいと思うんですよね。みんな一緒なんて無理なんですよね。そうで、同じで文化の従事者、だからアスリート、文化従事者って全部そうだと思う、あの映画も写真も歌手もそのシンガーソングライター、そして古典、まあ、あらゆるその人たちが、その文化に従事している人たちが、やっぱりこうやらないと作るっていう筋肉が衰える、そうですね、で見て刺激受けて、でまた作るとかっていうような、その循環もなくなっていく、でそれはあのそれを見るお客さんの中にも絶対起こってると思うんですよね、だから
なんかそこはやっぱりこう新しいやり方っていうものを考えてやっていかなきゃいけないと思うんで、まあ今回そのね京都グラフィーさんもこの時期にやるっていうのはすごいチャレンジ。そうですね。まあ第5波が来て、もう本当にね僕たちも悩んだんですけど、まあまさかその緊急事態宣言にかかるとは思わなかったんだけど、まあかかってしまって、だけどやっぱりやるっていうこと、僕たちはもう完全に民間でやってるフェスティバルなので、ある意味その自分たちで選べるので、やっぱりまあスタッフみんなで話し合って、やっぱりその、まあ、気をつけながらもやるっていうことが大事なんじゃないかと、さっき直美さんがおっしゃったように、そのアーティストにとってもやっぱり表現の場を作り続けなくちゃいけないし、あとやっぱ見る人もそのオンラインの画面だけで全ての情報を受けてるようじゃ、本当にその感覚、人間的な感覚っていうのはどんどん失われていくと思うんですよね。そう、もうそして飢えてるから、やっぱりその出会えること、まあ今までその普通に出会えてたものと出会えないっていうこの時期、この2年ぐらいの時期っていうのは、すごいこうエネルギーが溜まってるはずやとも思うし、逆にね、でそれをね今回ユースの子たちはね自ら言ってるのね、学校がなくなった、ね、今の子は友達と会えなくなった、かわいそうですよね、でオンラインで授業はできてても学校に行くことがどれだけすごいことだったかっていうことに気づいたってみんな言ってて、でだからもう学校に行きたくないなんて絶対言わないって私自分の携帯に泣きながら言ったのって、これを忘れないでおこうって言ってる子がいたりとか、なんかその当たり前であったものが当たり前でなくなった時にそのままものすごく落ち込んで停滞してしまうか、それをバネにして何とかやろうとするかで大きく私たちのこの未来が変わると思うからね、まあ本当に何だろうな、やっぱりトライアンドエラーかもしれないけど、誰も答えを持ってないので、そうですね、みんなにとって初めてのことですもんね。初めてのことなんて、まあ、スペイン風邪とかで100年前大変だった、だけど今生きてる人でそれを知ってる人ってもう多分ほとんどいなくて、だからそういう意味では政府も、まあ、誰しもが答えをまだ持ってないので、なんとかこう超えていきたい、そうね、それは本当にみんなでやっぱり超えていくというか、みんなでやっぱ何とかしていくっていう意識が大事なんじゃないかなと思って、みんなでこう自粛するんじゃなくて、みんなで前向きにこうどう進んでいくかっていうことが大事なんじゃないかなと思うんですけどね、ですよね、だから、まあ、京都グラフィーさんもこの後10月の17そうですね、まで、はい、開催されているってことなので、私も、今日も来させていただきましたけど、この後アップリンクさんの方にも行かせていただいて、ね、先ほどご紹介していただいた私の作品の中でも、アンを上映して、そうですね、でトークショーなんですけども、ここはソールドアウトしてるそうです、そうみたいですね、はい、ありがとうございます、すごく人気がありますよねありがとうございます。なんかその僕たちが今年エコーっていうテーマでこの映画、ね、そうですね、映画祭を、ごめんなさい、写真祭を開催してるんですけど、そういったテーマの中でこう作品を選んでるんですけど、今回その奈良国際映画祭、それから川瀬さんの作品の中からもそういう何かこうエコーする作品を、一緒に選ばせていただいたんですけども、そのアンっていう作品もやっぱりああいうその、ね、キキンキリンさん の役のようなこう女性のこう生き方みたいなことが、そのやっぱりこうエコーしていくというか、そういういい意味でも悪い意味でも、そういったこう人のなんていうんですかね、人に対するこう気持ちとか、そのまたその気持ちがその相手にもエコーしたり、その出した方にも返ってきたりっていう、なんかそういったこうものを作品の中ですごく感じたんですけど、はい、
ありがとうございます。キリンさんのご命日だったんです、9月15日が。あ、そうか。うん、であのちょうど映画祭を2018年の開催している、あ、今から、まあ、あの開催っていう時の本当数日前にお亡くなりになられて、でキリンさんのお席も作って、そうなんですか。そうそうそう、あのやったのが、まあ、3年前なんですけど、なんか私はあのキリンさんと永瀬くんがね、アンで共演してくれて、 で、まあ、世界中で一番多分カーセの映画で見られているんだと思うんですけど。あ、そうなんですか。海外でもやっぱり人気があるんですか。はい、そうですね、あのあんこ、はい、あんこをキリンさんが作る役なんだけど、ね、どら焼きね。だけど、まあ、あのみんなあのヨーロッパの人って分からないですよね。そう、あんこって甘いお豆だから。そう、お豆甘くしないから。そう、信じられないですもんね向こうの人からしたらね。だけどなんかパリですごい流行ったみたいで、トラヤが長蛇の列だったとかって。あ、本当に。でどら焼きをフォークとナイフで食べてたっていう、みんな言ってたけど。そう、絶対あのフォークとナイフですもんね、はい、そう。でもなんかその、まあ、エコーって言われたけど、あのお互いにこうあの影響し合うというのか、響き合うというのか、そういうようなその関係性があのどら焼き屋さんの中では起こっていて、あのキリンさんが70代だとすると、そのまあ永瀬くん扮する仙太郎っていうのはまあ40代後半かなぐらいの感じ、そして若菜ちゃんっていうのが中学生という、なんかこの3世代が、あのいつもなら多分あのこの今の日本社会でね、絶対にこう触れ合う場があんまりない、ないですよね、そこ、 この3世代の分断が、そうですね、私はなんかすごいちょっと悲しいことになってるなと思ってて、ね、僕たちの世代ってまだ そうそうありましたよね。そう、なんか近所のおばちゃんとか、そうなんかなんですけど、なんかお兄ちゃんとか、そうそうそう、ね、亡くなってて、まあ、子供たちは子供たちだけとか、うん、あのもうその社会ができてて、うん、なんか大人たちはそこにあんま入っていけなくて、逆に子供たちも入ってこれなくて、うん、そういうこうコミュニケーションが、うん、まあ、ちょっとあの、まあ、問題、そうですね、うんうん、希薄になってますよね。そうそう、なのでそこはちゃんと響き合わせたいなって思ったのが案なんですよね。で、あの同世代の同士ではこう自分の居場所がなくなってるような人も、少し世代が変わるとなんかこう認め合えるような、そういう空間があのどら焼き屋さん、ちっちゃなちっちゃな、で、まあ、そこでいろいろこう、まあ、人生の酸いも甘いもというか、あの自分に今までできなかったことが少しこう後押しされて、お互いにこう、うん、前を向いていくっていうような、まあ、そういう物語なんですけど、でもまあそこにはハンセン氏病っていう、日本がまあ隔離政策で非常にあのそういった方たちに差別してしまった歴史があって、ね、あれもよくわからないからもうこう隔離してたっていうね。で、まあ、あの特効薬もあったのに30年ぐらい遅れてそれが承認されるっていうような、なんかあのやっぱ日本って、どうしてもそういうこうフレキシブルな臨機応変なそのことがなかなか一人の思いだけではできない国で、そうですね、今のそのコロナの状況にもすごく似てて、そうですね、誰も決めないっていうね、この状態本当に良くないなと思うんですけど、なんかそういうふうに難しい話になっていくと、ハンセン病とか、まあ、政治の話とかになっていくと誰もこうここに関わらなくて、だって関わったってあんまり私の生活変わらないからみたいな、なんですけど、あの映画のアンは、そのあんこが今言ったように美味しい映画なので、なんかそういうところから間口を広げて、で、映画を見終わった後には何かあの大きな、その私たちが持っている、まあ、社会の問題みたいなものに向き合ってもらえるといいなと思って、まあ、いつもそういうの、結構その社会的マイノリティな存在の人を主人公にしたり私はしてるんですよね。いや本当にそのあのあんってその、ね、キキキリンさんがすごく美味しいあんが作れて、永瀬さんが作れなくて、でそのこのあんこ作りのこの、ね、こだわりをなかなか教えにくいことをこう、ね、教えていくっていう中で、その あんこの味がわからない外国の人にもやっぱりあの映画がちゃんと伝わるっていうのは、はい、やっぱりそういう映画の中にそういう、こう普遍的なこう
まあ、人間性だとかあの一番大事なこうエッセンスがやっぱり詰まってるからっていうことなんですかね。うん、ね、なんかそういうこう表現の仕方って実は私、うん、あの編集と最後のサウンドのデザインはずっと十何年来フランスの方とやってるんですよ。あ、そうなんですか。で、あの大体日本の映画のこう、うん、編集の仕方っていうか構成の仕方は、うん、もう本当なんていうのかな、ある意味ステレオタイプで表現がすごい分かりやすいのが、うん、まあ、もちろんサスペンスとかそういう風な手法としては何かを、うん、あの見つけていくっていうのはあるにしても、うん、結構あのこう起承転結がはっきりしているようなものが、うん、あのまあ、流行るというかちゃんとこう、うん、ノーマルなんですけど、フランス人の、人とのコラボレーションはあの言語が違うから余計に映像という言語で、うん、あのここはその物語として悲しいシーンなのか嬉しいシーンなのか、うん、こうリズムをつけていくんですよね、うん、編集にも、うん、で起伏をしっかりとつけていって、そして最後ストーリーの着地点がどこなのかみたいな感情でつないでいくから、うんうん、結局日本ってやっぱセリフでつないでるんですよ。そうですね、セリフでつなぎますもんね。じゃあ言語が分かんなくてもつなげるっていう、うんうん、つなげます。だからなんかまあ、通訳入ってる子がいつも驚くんだけど、うん、あのフランス人の編集者と私があの日本語と英語で一緒のこと言ってるってそうそう、見つけてるポイントが一緒、こう問題、ここのブリッジをどういうふうにするかっていうような答えを出さなきゃいけないときに、あの結構こうあの同じことを言っている、うん、見つける、うん、場所が一緒っていう、ちょっとあの漠然とした言い方なんですけど、はい、いやでも本当に不思議ですね。そういうこうクリエイティビティというのはこうやっぱ言葉とか関係なくこうつなげられるっていう、ね、あ、もう言葉じゃないなって思います、うん、あの感覚、うん、なので、感情ですよね、うん、感情があのどういうふうにこう交差していくかっていうことで、うん、多分表現っていうのはあの成り立っているので、うん、例えば1枚の写真からどういった感情を受け取るかっていうのは、うん、すごく1枚の写真っていうのは難しいと思います、うん、だけどその中に全てが内包されているようなものに出会うこともあるし、うん、で映画はそういった意味では、まあ、あの第七芸術というかいろんな要素を組み合わせていくので非常に複雑な表現なんですけど、うんうん、もうそれをこうどういうリズムで、うん、あの何度も言いますけど持っていくのかっていうことを、私はだから編集の段階が一番時間をかけるんですね、うん、なので、まあ、今回オリンピックの監督をしたんですけど、全部で3000時間回ってしまって、おすごいですね。それを 3時間ぐらいにしなきゃいけないと思うから、だから、まあ、ちょっとあの編集にはだいぶ時間がこれからかかると思います。それもフランスでやるんですか。これはフランス人のサウンドデザイナーとまたやります。だからサウンドデザインもフランス人だから日本語わかんないのに、うん、もうここ10年来彼としかやってないし、あ、そうですか。あの彼の感覚っていうのはあの日本人が聞いてもわからないような声のトーンを聞いてこっちの方がいいって言うんですよね。それはやっぱり私の感覚と同じで、うん、あのここで多分彼女はトゥーマッチな言い方をしてるはずとか、うん、でも彼は分かる、すごいですね、言葉分かんないのに言葉分かんないのにやっぱりこうあの言葉の発し方で、うん、あの実は表現ってすごい大きく変わる、うん、で私はそうですね、あのリアリティを大事にするので、うん、あの演技もトゥーマッチになってるとやっぱ絶対 NG だから、そうですよね。まあ、写真もそのまあいろいろありますけど、うん、あのどちらかというとやっぱりリアリティがありその奇跡の一瞬というものに出会ってシャッターを押した瞬間というのが、そうですね、まあそれは奇跡の一枚になるんじゃないかなとは思うけど、うん、まあ、映画はそのやっぱり音があるのでこういうその音のバイブレーションというのがこう伝わるじゃないですか、それは、はい、あのセリフだったりするんでしょうけど、まあ、あとその映画はそのなんていうんですかね、グループ制作というかやっぱり一人じゃなかなか作れなくて、やっぱりこういろんなスタッフで一緒になってこう一つ の, あの方向性、はい、ディレクションに向かってこう、うん、みんなでこう集中して作っていくっていう、それがやっぱりすごく
まあ、羨ましいというか、僕もともと映画の照明やってたんですけど、うん、その今写真は結構個人的な、あのすごく個人的な媒体なので、はい、あの撮るときは一人なんですけども、あの写真祭を作るのは、うん、あのその展示写真を、まあ、あのプリントして、あのマウントしたものをその空間の中にどう入れるかっていうのは結構あの、うん、総合的なあの空間デザイナーがいたり、あの伝統工芸の職人がいたり、そのプロジェクトを制作するあのマネージャーがいたり、あのいろんなスタッフがいて、あと音を僕たちあの会場に音も作ったりするんですけど、うん、そうやってこう総合的に展示は作っていくので、それはなんか映画作りにすごく近いなと思いますね、うん、そうですね、うん、空間作りって、まあ、インスタレーションみたいなものだと思うん で、ね、私もあの、2018年にポンピドゥで、うん、あのインスタレーション初めてさせてもらって、あの地下の部分なんだけど、映像を使ったインスタレーション、そうそう、あの和紙を1000枚ぐらいくっつけて、あのサークルにして、そこに映像を投影して、なんかそれがこう季節が変わっていくだったりとか、あ、そうなんですか、うん、時間がこう、そのために作った映像、はい、あの一つ一つの和紙を全部手すきでやって、で耐火加工して、美術館だから、あ、そうか、そう、もう最上級の耐火加工して、でそこにあのその人一人一人の名前を書いてもらって、でそれひっつけて作ったんですよ。へ、うん、なんかこれは実はコロナじゃなければこのままベルギーに持っていかれて、あのボザールっていう、あのところでエントランスであのやれるってことがもう今3年ぐらい伸びてるっていう か、 あ、そうですか、感じなんですね。だから見たいですね、日本ではやる、あ、日本でだからできてないです、もうコロナになっちゃったともあるし、ね、うん、あのどっか出てきたらいいなって狙ってるけど、ね、まあ、京都グラフィーでやってください。わかりました。結構広い 会場が必要なんですか。そうですね、円形をこうあれするから、で人は観客は中に入るんですか。外、中に、外、あのポンピドの時はやっぱちょっと狭すぎて、中に入ると和紙が破れちゃってたりとか、こうちょっと狭く外から見るんですけど、私はボザールでは中に入ってもらおうと思ってたんですよ。ちょっとこう和紙と和紙の間を空けて、で中でもうゆっくり見てもらったりとか、あのこう座れるソファーみたいなのあるじゃないですか、ああいうの置いといてぼーっと見てもらったりとかもしたいなと思ってたんだけど、いいですね、ね、プロジェクター、そうそう、プロジェクター、プロジェクター何台かあって、で、まあ、マッピングのようにして、でブワーってこう回ってるみたいに、え、動くんですか。あ、映像が動く、映像が動くので回ってるみたいに見える、見える、あ、うん、面白いですね。そうやってやってたんです。ちょっとしたこうちょっとしたダークな空間があるとできるんですけど、わ、はい、はい、うん、かりました、はい。でもなんかそういうの考えるのも映画とちょっと違うんですけど、まあ、誰がどういうふうに動線があって、うん、そうですね、うん、あのそこを通ってくれるのかとか、あの美術館のね、はい、あの一つ、まあ、インスタレーションできるのはそうですね、そういうこうちょっと似てますよね、映画のこう、はい、こう最初のオープニングからこうエンディングまでの、うん、展示もこう、そうね、まず入り口から入って何を見せて、うん、はい、最後に何を見てもらって終わるかとかっていう、はい、そうですね、だから建築とも似てるし、うん、なんか私実は万博のプロデューサーもやることになったので、すごいですね、2025年パビリオン作るんですね、うん、あ、そうですか、川瀬館、すごいですね、作るんです。なのでその空間も今その材を何にするか、パビリオンの中のコンテンツをどうするか、どうやって皆さんに歩いてきてもらって何を体験するかは今絶賛作り中なんです。すごいですね、うん、じゃあ結構大きなところにやっぱりインスタレーションみたいな、はい、はいはい、そう、体験、やっぱり体験、ある意味何か持って帰ってもらう、映画の人やから、ただなんか例えば70年万博やったら、うん、月の石をそこに置いといたらものすごい長蛇の列になったとか、うんうん、そうですね、あるじゃないですか。でもそういう、まあ、従来型の万博っていうよりは、うん、あの、うん、もう2025年って、うん、まあ、みんなプロデューサーと話してると AI とかね、アンドロイドとかね、うん、なんかそういうバーチャルとかね、なんかそういうのがもうどん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 あの普通になってくる中で、うん、だけどあのそういうめ珍しいもの珍しい、VR とかそういうことはもう
当たり前になる中 で、 そうです、ね、やっぱ大事なのはコンテンツですよ、うん、そうそうそう、何を見せるか、うん、なんかそこでどうストーリーを作っていくかとかなので、うん、技術を見せるんじゃなくてやっぱりそうなんですよ、コンテンツを見せるってことですよね。で私はやっぱあの映画監督アーティストなので、うん、どう見せるかっていうことの新しい見方だったり、うん、そしてまあ考え方があの万博でやるんだったらその後の人類にとって、うん、あのより良いこう暮らしだったり、うん、考え方、うんうん、パビリオンは半年でなくなるけど、うん、あの考え方はみんなの中にとど、うんうん、まって70年万博のを見た人が、うん、まあ、あれ従来型とはいえ太陽の塔が残って、うん、あそこで岡本太郎さんが芸術爆発させただけじゃなくって、うん、こっち側の太陽はもうめっちゃ笑ってんねんけど、うん、笑ってるかな、うん、なんかこう、うんうん、やけど後ろはブラックですからね、すごいですよね、うん、あれは。でやっぱ人間の二面性をすごいあの時代も言ってて、うん、で経済の成長とともに失うものがあるよっていう警告もしてて、うん、だけどまあ私たちはそこに邁進してしまったっていう側面もあって、うん、でこのまま行くときっとまあ地球環境の破壊も現実的やったり、うん、温暖化やったりものすごいやっぱ大変な状況になっていくと思う、うん、あの今台風がいきなりボンってこうやってきて、うん、毎年毎年九州地方が災害に、うん、まあ、中国あるって、ね、これってノーマルじゃなかったのにっていうことが起こってる、ね、うん、なんかそういうふうなことを、まあ、一人一人の行動を変容してもらうことで私たちが何か変えれる、アーティストが何か提言できることがあるんじゃないかなっていうのも思うし、うんうん、アニエスがやってるのはきっとそういうことですよね、うん、さっき言われた海洋のやつとか、どんどんそういうふうにあの社会からアーティストをこの時代にこう排除するんじゃなくって、うん、どんどん そういう感覚を持っている人たちを、うん、あの政治ともね、うん、ちゃんとねコラボしてね、うん、あのこういう場で発表の場を作っていくことが、うんうん、なんかそう、ね、そう大事かな。そうですね、僕も最近すごく思ってるのは、うん、そのコロナ後がまだどんな世界になるかわからないけど、うん、はい、多分そのコロナ後 この今分断されたこう社会とか人間関係をもう一回こうあのつなげていくためにすごくそういう文化とかアートがすごくあの役に立つと思うし、うん、あとやっぱりこれからその政治とか経済とか社会にもやっぱアートがどん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 こうコミットしていくような時代になっていくと思うんですよね、うん、そうですよね、うん、だから京都もそうやし奈良もそうやし、うん、あの歴史があるから、うんうん、あのここで入ったらあかんとこもあるけどでもそこの領域をこううまいことをこう、うん、アーティストとなんかあの場を共有するっていうかね、うん、そういうことを多分京都グラフィさんやってはると思うし、うん、そうです ね、 ね、そこは多分すごく似てて、そのやっぱり、うん、あの奈良も京都もそのすごくこう古い歴史を守りながら新しいものをこう作ってきたっていう歴史があるので、うん、やっぱりそういうこうこれから先もやっぱりどん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 そういうこうあのテクノロジーだけでいくんじゃなくて、やっぱり古いものからも学びながらその新しいものを作っていった方がこうより新しいものが作れるというか、うん、そうなんですよ。なんかこう、まあ、大体からしてその SDGs だったりとか、うん、サスティナビリティだったりとか、うん、あとまああのね、その新しい考え方のように英語がいっぱい入ってきてるんだけどあの多分日本って昔からそれやってたからそうと思う、ね、うん、本当にそうそう、だそこから学んだ方が早いんじゃないかっていうね、うん、もうむしろなんか世界から尊敬されるような、うん、あの文化の中に隠されたあの、まあ、生きる、うん、その、うん、方法みたいなもの、うん、例えば疫病もあの昔からあったから、うん、でそれをどういうふうに考えてきたかというと、まあ、日本人は神様にして、うん、その疫病対策もう祭りにしたりとかして、なんかこれを警告をずっと発し続けてきたからめっちゃウィズコロナなんですよね、うん、ウィズなんですよね。だって奈良の建物とかその大仏とか京都 あのお寺とか神社もその疫病のために作ったものってすごく多いでしょ。すごいいっぱいあるし、まあ、ちょっとした祠もなんか、うん、あの怨霊とか悪霊みたいな感じを鎮めるためにあるみたいな
感じなんで、まあ、それこそ昨日ちょっとあの琉球舞踊を踊っていただいたので、あのこの奏者の人も含めた方たちに大仏様を参拝していただいて、あの大仏様のお膝元に乗っていただいたんですよね。でなんかそこであの東大寺の僧がお話してたんですけど、やっぱその天然痘っていう千年前にも流行っちゃったその感染症で国民の半分ぐらいが亡くなる、国民の半分ってすごいですね。恐ろしいですね。恐ろしい。あのその本当時の人というか政治の中心人物も亡くなっていって、ね、で結局その3年ぐらいで収束するらしいんですけど、集団免疫を手に入れて、で3年後に収束した時に聖武天皇が御事乗りを出して大仏作ろうって言うんですって。つまりその私ら今コロナで経済もめっちゃ落ち込んでて観光も大変で、こういう時をまあ今2年ぐらいやけど、もしかしたら3年経った後にやろうって思うパワーがあの起こるって千年前からそうなので、うん、やっぱりそこに向けてこう助走してるっていう感じ、うん、そうですよね、かなっていうのをね、あのお坊さんにちょっと聞いててうんと思いました。だから千年前にちゃんともうやってるやん、うん、で大仏は全てのものを救うっていう風にやっぱ願いを込めて作られてるので、そういう象徴が必要だったんでしょうね、やっぱりね。そうだと思います。あれだけでかいものをあの時代に半分、ね、ってね、国民の半分亡くなってるのにやるって、うんうん、よっぽどの負のエネルギーを性に変えないとできなかったと思います、うんうんね、だから今これからそういうこう行くぞっていう、はいね、誰かがこうのろしを上げないといういけないと思うんですよね。そう、ゆうすけよろしくお願いします。なおめさん。そう、ね、だから今回あの上映する311のセンスオブホームズもあの10年目を迎えてね、あの本当東北の震災から、そうですね、今年がその東日本大震災からの、うん、まあ、10年目で、うん、あの僕たちもそういうプログラムを二条城で今準備してるんですけど、はい、あの奈良もね、あの直美さん の、はい、あの声掛けで世界中 の、はい、あの映画監督が、そうなんです、21名の、ね、映画監督や、まあ、作家というかのフォトグラファーもいたけど、あ、うん、作ってくれて、で3分11秒の映像を作ってくれて、それで21名なんでだいたい60分ぐらいなんですけど、あのこれを、まあ、当時いろんなところで上映してもらって、うん、その集まったそのお金を全部まあ寄付したんですね、うん、でそれがあるよとかって言ったら、いやぜひそれ上映したいって言ってくださったんで、うん、そうですね、はい、あのまあやっぱり記憶って風化するし、うん、あと東北ってまあ一緒くたにするだけでは語れないものがあって、うん、で、うん、福島はやはりこう他の沿岸地域とは大きく違う、うん、その帰宅、うん、困難っていうようなことを放射能の影響で受けてしまっているの で、ね、これはもう本当あの私がセンスオブホームズっていうふうにつけたのは、うん、やっぱりふるさとをなくすっていう感覚っていうのは、う、まあ、例えば沿岸地域が本当津波の影響でもう、まあ、破壊壊滅的な状態になったとしても、うん、それはもしかしたら時間をかけて復興することができるかもしれない、うん、でも放射能はそうはいかないっていう、 そうね、その、まあ、人間のこう作り上げてしまった、うんうんうん、コントロールできないものね、そう、まあ、ここが本当福島の人たちのこうジレンマというか、うん、自分たちは誇りを持って多分こう原発をそこに誘致したし、それを持って東京にあの電力を供給してるっていうことだったんだけど、それがイコールふるさとを失わせるっていうことになってしまったという、この、まあ、うん、まあ、引き裂かれる思いっていうか、ここがやっぱ誰にも、うん、なんか伝えられてないかもしれないなと思って、ね、うん、なんかこの、 あの阪神大震災があった時に僕東京に住んでたんですけど、やっぱり東京ではやっぱり遠くで起きたことっていう、なんかあんまりこう実感が皆さん持ってなくて、で今回その多分東日本で起きた地震とか津波とか福島の事故もやっぱり関西の人にはやっぱちょっと遠い話なので、それで僕たちはやっぱりあの京都でそれをこう
まあ、考えるような展示を今回したかったんですよね。うんうん、まあ、それはなんかすごいあの10年目のこうあのユウスケとルシールがこうなんだろう メモリーとかそういうんじゃなくてエコーっていうふうにあのテーマを決めた時に、あ、なんかしっくりきますよねと思って、うん、あのこう記憶とかそういうことではない、もっとこう響き合わせる感覚っていうか、まあそれはもちろんあるんだけど、メモリーっていう感じはあるんだけど、あのそこをこう先に届けていくような感覚ですよね。うんうんうん、で今回あの 3.11 の、はい、あのその映画を、うん、あの川瀬さんが作っていただいたやつを、うん、そのアップリンクと、はい、あのクエスチョンっていうこの、はいはい、あのバルのすぐ近く の、うん、あのビルで、まあ、上映会をさせていただくんですけど、はい、あの皆さんぜひあの京都グラフィーの、ウェブサイトに、はい、あのその情報が載ってますので、はい、あのぜひ見ていただきたいんですけど、そういったこのやっぱりクリエーターがそのすぐにこう起きたことにこう反応して作品が作れるっていうのはやっぱり素晴らしいことだなと。なんかみんな、私は言ったのは日本を応援するとか、うん、一言にしないでって言ったんですね。センス・オブ・ホームズは、うん、あなたたちのふるさとを見つめてほしいって、うん、そういう作品にしてほしいって言って、でなんかタイのアピチャポンとかは、うん、あのもちろんだよって、だって僕たちは地球っていう同じ船に乗ってるんだからね、うん、とかっていうメッセージをすぐくれて、そうですよね、うん、なんかそうい う, こうアーティストが国境を越えていく感覚っていうのは、うん、あの時ものすごく感じたんですよ ね、 うすね、うん、なんかやっぱり昔より今こう外国とのやっぱ距離が近くなった、まあ、あのインターネットの影響とかもあるのかもしれないですけど、うん、あと今世界中で起きてること、特にそのパンデミックとか、はい、あの世界中の今あの社会問題とかってすごく共通してて、やっぱり僕たちはこの同じ問題をこう共通意識でこうやっぱり変えていかないといけないんじゃないかなって思うんですよね。そう思いますね、うん、あとだからあのこうやって国際っていう風に、まあ、私たちもインターナショナルの映画祭をやるのは、うん、日本ってやっぱ島組なんで同じ価値観がもう全部覆ってしまっていて、うん、だけどあの世界にはこんなにたくさんの多様な考え方があるよっていうのは、うん、あのぜひやっぱりアートを通してみんなに知ってもらいたい。そうですね、うん、本当そこのこうポイントオブビューっていうんですかね、その視点っていうのはすごく大事で、うん、もうなんか日本にいるとこの問題についてはもうなんか答えが出せないような気がするんだけど、その外国から見ると全然こういうふうにやったらもっとうまくいくんじゃないのとか、ひらめきみたいな、そうですね、みたいな感じですよね。その見方によって、うん、あの答えが探せるかもしれないし、やっぱりそこはこうオープンにして、はい、そのいろんな意見をこう、うん、あの集めてあの受け入れていくっていうことも大事なんじゃないかなと。そうですね、だからやっぱりいっぱいこうアートに触れて芸術に触れて、うん、そういうこう一つの価値観じゃない感覚を自分の中に取り入れて、うん、でどん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 発言していったり、うん、どん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 作っていくというか、そう、うん、それが本当にあのフェスティバルですよね。奈良 で、 そうですね、はい、あのやられてる映画のフェスティバルだったり、僕たちが京都でやってる写真のフェスティバルだったり、まあ、いろんなとこであのいろんなアートフェスティバルとかやってると思うんですけど、うん、そういうフェスティバルっていうのはそうい う、 こう多様ないろんなこう視点をこう、はい、共有できるっていう、うん、そう良さがありますよね。そうだから私ここ来る前にあのユースの、うん、審査員の部門があって、うん、で今あの短編映画の、審査を、まさにやってるところなんですけどね。その作品をちょっとあの 2個ぐらい私見てきたんだけど、あの一つはパレスチナの映画なのね、うん、でパレスチナ、まあ、紛争起こってる、であの短編なんでそんなに詳しく描いてないんだけど、お父さんと子供があの検問を突破するっていうだけの話、うん、で向こう行って牛乳とかそういうものを買ってくるだけの話やねんけど、うん、この検問のここがあのこの道しか、うん、パレスチナ人は通ったあかんって言われていて、うん、でこっちの家で待ってるお母さんが冷蔵庫が壊れてしまって、うん、でまあお父さんと子供が買いに行くねんけど、帰りしなにあのそこのここしか通ったあかんっていうところは人間一人か、まあ、子供と二人ぐらいしか通られへんから、うん、冷蔵庫が通れないんですよ。ほんならいや僕の家はすぐそこやねんと、僕は家に帰りたいだけやって、でもここの検問の人は
冷蔵庫通られへんかったらもう元に戻れって、ここは通さない、パレスチナ人はここしか通ったら、えだってここに道路があるやん、うん、あっちの道路通させてただの冷蔵庫やからって言ってんねんけど、あかんって言って、うん、でその時に子供がヒューって台車でこの道、こっちの道路を押していくねんねほんならこの検問のやつらが上司に言うぞとか報告だみたいな風にこう大騒ぎしてるんですよ、うん、まあ、それで映画終わるんですけど、お父さんと子供はっていうか、まあそれでもしかしたら射殺されてるかもしれない、そうですよね、うん、あれ映画の中で射殺されないんだけど、うん、そういうことで射殺されるかもしれない、うん、今を生きてる、ね、そういうパレスチナの人がいるということを、うん、まあ、今子供たちが見てどう評価するか、うん、そうですね、だからああいうのってもう映画の中だけの話と思ってるかもしれないけど、うん、実際あることですからね今もね、しかもそれは人と人の関係性の中で起こってしまっていることなので、うん、ね、分断ですよね、なんでそれを臨機応変に愛を持って関われないのか、うん、ね、っていうことなんですよ、ね、決まりは決まりとかもう本当そこら中に日本にもありますけど、う、ね、どうやってそれをかいくぐるかみたいな感じになってるけど、そうですよね、もう日々それとの戦いみたいなねはい。まあ作品を作るっていうのはそういうことですもんね、そうですね、うん、はい、もう話はつきませんが、そろそろ時間なんですけども、まあ、今回、はい、この川瀬さんとトークをさせていただいているのは京都のバルというビルでいろんな、まあ、ファッションとかライフスタイル のビルなんですけども、そこの4階に、まあ、バルラボというスペースができまして、そこで、まあ、京都グラフィーのクリエイティブチームで、まあ、いろんな展示とかインスタレーションとかいろんなことをやってるんですけど、はい、今回は京都グラフィーに合わせて、アニエス・ベイ本人の、写真展、はい、アニエス・ベイさんがこの、去年のですね、ロックダウンの間、ステイホームしてる間に自宅の、庭、うん、お庭とかお部屋で撮られた自分の、うん、今までデザインしたワードローブに自分が好きな絵画 の女性の顔をこうはめて撮られた、はい、可愛らしい写真を、展示してるんですけども、うん、で新しくこのバルにできましたアニエス・ベイの、ショップの、ギャラリースペースでは、はい、川瀬直美さんが、これまで、作られた映画のフランスのポスターを、展示してまして、やっぱフランスのポスターっていうのは街中に貼られる、もう日本じゃなかなか貼らせてもらえないようなものすごい大きなサイズ で、ね、はい、でデザインもすごく良くて本当にこう盗みたくなるようなね、はい、ポスター、でもこのポスター全然私の手元には来ないので、ね、それもちょっとおかしいなと思ってこれはでも絶対川瀬さんがやっぱりコレクションしとくべきものですよね、そうですよね、ありがとうございます、じゃあ終わったらください、そうですね、フランスで多分誰か絶対持ってるはずですよね、コレクションしてる、まあ配給会社がもううちずっと一緒なのでフランス国内、まあ、ちょっと言ってみますね、そうですね、うん、絶対そこが、はい、撮ってるはずですよね、はい、あれは本当今売っても結構売れるんじゃないかな、売らへんけど、あ、そうです、なんか結構売れそうだなと思って、はい、そうですね、そちらも見ていただきたいし、先ほどお話したように京都の新風館の地下にありますアップリンクという映画館 で、はい、で川瀬直美さんの作品と、それから奈良、国際映画祭で、制作されたナラティブという、はい、シリーズですね、はい、いろんな世界中の、映画作家が奈良で、うん、ストーリーを考えて、はい、撮影された、そうです、私がプロデュースした作品がもう7本にもなってますの で、はい、で今年8本目で、明日そのお披露目も8本目どういうことになるのみたいな、誰が監督っていうのもお披露目しますので、明日の朝の10時からはそのナラティブの最新作の再会の奈良っていうのを上映します、うん、こちらも公開
会が待たれる作品で、明日特別上映なので、ぜひ朝の10時から、東大寺金賞ホールで私もあの舞台に立ちますので来てください。ぜひ、あの本当にやっぱりいい映画はあのいいスクリーンとこうサウンドで見ないと、はい、そうですね、本当にあのもったいないというか、やっぱりスクリーンで見てください、うん、この時期に。そうですよね、はい。それからあの、まあ、京都のクエスチョンの方でも、はい、あの先ほどお伝えしたあの、うん、マーチ11はいの、映画を、そうです、センスオブホームズは私10月9日にあの来てトークもしますので、そうですね、また、はいはい、よろしくお願いします。クエスチョン、ぜひそちらもよろしくお願いします、はい、今日は本当にあの楽しいお話をありがとうございます。ちょっと飲みながらやろうみたいな。そうね、はい、なかなかお酒も飲めなくなっちゃってね、なっちゃった、なっちゃった、うんね、うん、だからもうそんなん言ってたらやっぱあの週刊誌にやられる。そう、でも本当みんなで頑張って早くあの好きにお酒が飲めるようにしましょう。そうですね、本当に、そうですね、うん、本当に頑張っていきたいと思います、ね、はい、ありがとうございました。ではありがとうございました。じゃあアップリンクでね、よろしくお願いします。